皆さんお疲れ様です。コストコ情報部です。今回は商品レビュー7点です。期間限定商品やコストコでしか買えない限定フレーバーなど今だけ買える商品を中心に紹介していきます。それではどうぞ。まずはこの動画を見てくださっている方にとある限定商品についてちょこっとお話ししますね。これはコストコオンライン限定なので他の人とは絶対被らない特別感があります。それがおせちです。ネット予約で注文できるおせちがコストコにあります。そして種類は4種類。和風おせちは気分さんが、洋風は銀座ローマイヤーさんが担当しています。口コミ評価はどれも良さそうです。私は銀座ローマイヤー一段重を注文しました。中身はトリュフ入りエッグポテトやローストビーフ、イベリコ豚、ローストポークなど普段では食べられないようなものが入っています。新年を祝うのにふさわしいですね。概要欄に URL 載せておくので気になった方はチェックしてみてください。ここからは商品のレビューです。まずはユーハお札どきアップルパイ味です。1箱1158円。コストコ限定フレーバーのアップルパイ食べてみたんですけど、これめっちゃアップルパイ。シナモンは控えめだけどリンゴのフレーバーがドーンって口の中に広がります。なので正直さつまいもは脇役というより一瞬だけ映るエキストラみたいな感じです。目をつぶってよーく味わわないとわからないレベルです。でも食感がザックザクで口の中で砕けていく感じが食べていて気持ちいい。ある意味ストレス発散になります。ちっちゃいちっちゃいストレスは積み重なっちゃうので溜め込まずにこれで発散していきましょう。続いてご紹介するのはホノルルクッキーホリデー、1箱4980円。ホノルルクッキーはハワイのお土産として人気のメーカー。そして今回は期間限定の特別なクッキーアソート。中身は5種類でチョコレートチップマカダミア、チョコレートディップマカダミア、ダークトリプルチョコレートマカダミア、パイナップルマカダミア、ペパーミントマカダミアです。特にこの3種類は見た目とのギャップがすごい。甘そうなのに甘くない。例えると見た目入れ墨入れてる怖い男性、実はおばあちゃん子で話してみたら物腰柔らかくて意外と話しやすかったみたいな、もう胸キュンするぐらいギャップが半端ねえ。次はパイナップルマカダミア。マカダミアナッツをストレートに感じられるのがこのクッキー。淡いっぽさを感じられます。なので個人的には一番好きなフレーバーです。最後はペパーミントマカダミア。ミント好きな人にこれ言うと怒られちゃうんですけど、歯磨き後のスースーした清涼感が口の中に広がります。日本ではほぼ買えない期間限定商品なので気になる方はチェックしてみてください。続いてご紹介するのはシェルインのブルーベリー20個です。お値段が1128円。コストコの人気シリーズシェルインの新作です。普段はストロベリーが販売されているので本当に今だけ買える商品です。ということで早速食べてみたんですが、ガム？これは初めて食べる味ですね。ブルーベリーの香りはするんですけど味がない。もう創作願いを出したいですね。味どこ行ったの？個人的には定番のストロベリーの方が好きでした。続いてご紹介するのは岩塚製菓万歳山椒24袋入り、お値段が1箱1598円。パッケージが癖になるようなイラストで可愛い。ラインスタンプとかありそうですよね。開けるとコロコロした小さいおかき、
これが食べるとめちゃくちゃ美味しい。ザクって噛んだ瞬間、舌が少しピリッとして山椒の香りが口いっぱいに広がります。ザクザク食感と香りを楽しめるおかきです。癒されます。個人的に香りだと金木犀好きなので、金木犀の香りが楽しめるお菓子があったらいいな。絶対買うとは言いませんけど。続いてご紹介するのはデリカの新商品、パンプキンサラダです。サラダについているソースがヨーグルト、普通じゃないのが楽しめそうなのがこのパンプキンサラダです。早速食べてみました。何もかけずにこのままだと普通に美味しい。かぼちゃがホクホクで滑らか、トッピングのくるみやドライクランベリーがあるおかげでサクサクでちょっと甘酸っぱい。そしてヨーグルトの方はもったりしていて酸味が強いです。かけて食べてみると、お、デザートだこれ。かぼちゃが甘いので酸味が強いクリームチーズケーキっぽいです。すごっ、これ1個で2度美味しいですよ。サラダとしてデザートとしても楽しめます。続いてご紹介するのはデリカの新商品、卵サラダサンドジャンボシュリンプです。卵とエビなんて絶対美味しい組み合わせでしょうこれ。ということで新商品ながらも人気上々のデリカ商品、早速開けてみると親切にもペーパー付きです。せっかくなんで使わせていただきましょう。お、持つとずっしりしてる。 iPhone より重い。食べるとふわふわのパンから卵サラダがニュルッと出てきます。エビはプリプリで甘い。これは限界まで卵を詰め込んだサンドイッチです。なのでこれ1個食べるだけでお腹いっぱい。ただこれ入ってる個数が喧嘩の元になるで有名な奇数の3でも、それぞれ半分にカットすれば偶数の6になるので、ぜひみんなでワイワイお話ししながら仲良く食べてください。続いてご紹介するのは冷凍コーナーからカークランドアトランティックサーモンです。冷凍されたサーモン、生の刺身用と味の違いは果たしてどんな感じなのか。とは言っても冷凍は生では食べられないので、今回はフライパンで焼いてみました。皮とか骨はないので下処理は不要。パックから出してキッチンペーパーで水分を拭き取ってから焼き上げです。うん、美味しい。こっちは結構脂が乗っているのが特徴ですね。身もホロホロ。ムニエルにするのもいいと思います。 100g 換算だと冷凍の方が安いので、焼き専用ならこっちでもいいのかなと思います。節約できて美味しい、満足できる一品です。今後もみんながハマった人気商品やおすすめ商品紹介していきますので、そういった動画をこれからも見逃したくない人はぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。